はい、皆さんこんにちは、せいさんです。今日ご紹介するのはこちら、ダイソーで買ったチョコットストーブです。ジャンコードはこちらです。で、これいわゆるポケットストーブなんですけど、今までも100均ではいろいろなポケットストーブ出てました。なので今回もちょっと同じようなものかなと思って買うのはやめようと思ってたんですが、実は明確な違いがあることが分かったので早速買ってみました。で、今までのポケットストーブと何が違うかっていうところもお話できたらなと思います。これ全部ダイソーで売ってるポケットストーブなんですけど、結論から言うと今からポケットストーブ新しく買うよっていう場合はこれでいいんじゃないかなと思います。そこら辺の理由とかもちょっと後半でお話ししていきたいと思います。じゃあまずですね、こちらの商品の概要となります。形はですね、今までのポケットストーブと同じで同じように使うことができます。価格は税込み220円です。で、今までのものより100円安いですね。で、どうして安いかなんですが、実はですね、サイズが今まで売られてたものよりも一回り小さいんです。で、品質表示を見てみると、材質が本体スチール、固定パーツが真鍮、表面加工が亜鉛メッキで、サイズ、これですね、サイズが使用時が 100×67×55mm、 収納時のサイズが 100×67×20mm で、奥行き、ここですね、ここが今までのポケットストーブよりも小さくなっています。それでは早速開けてみたいと思います。はい、実物はこんな感じです。やっぱりちょっとここが短い気がしますね。青い保護フィルムのカスとかは残ってないですね、見る限り。重量は 92g です。で、ここの長さが短いのでミニメスティ持ってきたんですけど、この中にこんな感じで入れることができます。で、中を見てみるとここにかなり隙間があるので、実はこれですね、このメスティン用の網、これにぴったりはめることができます。今までもダイソーではミニメスティンに入るポケットストーブが売られていたんですが、ミニメスティンに入るシリーズ、これら4つをいっぺんに入れることはできませんでした。で、なぜかというと、ここまで入れたはいいんですが、ここのメスティンの網の足が邪魔でこんな感じではみ出ちゃうからなんですね。ただ今回のこちらはですね、今までのものよりもさらに小型なので、このメスティンの網の足の間に収まってくれます。なのでこんな感じで全部を収納することができます。こんな感じでメスティンの網の足の間にすっぽり入っちゃってますね。ちなみに小型って言っても使用時の高さは変わらないので、今まで通り固形燃料も使えます。はい、じゃあせっかくなんでこの3つのポケットストーブを比較したいと思います。といってもですね、実際、サイズが違うのと、あと重量が違うだけなので、ここにそれぞれのサイズと、それからあと重量を出しておきますね。実物を並べるとこんな感じで、やっぱりこれが一番奥行きが短いですね。ただですね、幅は全部同じ 100mm なので、こんな感じで揃えてみてもぴったり重なります。で、使用時の高さも全部一緒なので、今まで通り固形燃料はどれも同じように使うことができます。実際にメスティンを乗せるとこんな感じですね。これで炊飯もできます。ちょっとせっかくなので、これでメスティン炊飯をして実際に使ってみたいと思います。今日は 0.75、 だいたいお茶碗ちょっと多めぐらいを炊いてみたいと思います。はい、じゃあこんな感じで固形燃料をセットして、こんな感じで使用時の高さは他のポケットストーブと一緒なので、普通にこうやって固形燃料を使うことができます。はい、というわけでこんな感じで固形燃料もちゃんと使うことができました。で、肝心の炊飯の方もこんな感じで綺麗に炊けてます。はい、で、今日はこれをですね、トンカツ丼にして食べたいと思います。
以前別の動画でポンカツ丼を紹介しているので、よかったらそちらも見てください。これが手軽で美味しいんですよね。天かすに小エビを入れて、で最後ネギを入れて、ポン酢を入れます。今日はですね、こちらの朝日ポン酢、これを使いたいと思います。完成しました。ちなみにポンカツ丼の材料は100均でも手に入るので、ぜひ以前のこちらの動画を見ていただいて真似してみてください。いただきます。いただきます。まずいわけがない。これ美味しいので本当おすすめです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、というわけでチョコットストーブ、ポケットストーブのご紹介でした。ここの奥行きですね、奥行きが一番今までのポケットストーブと比べて短いので、収納の時に断然有利になります。で、一方使用時の高さは今までのポケットストーブと全く同じなので、今まで通り固形燃料を使うことができるので、まだポケットストーブを持っていなくてこれから買いたいっていう人はこれを選ぶといいんじゃないかなと思います。この動画では今日みたいに100均キャンプグッズの紹介をしたり、サイクリング動画を上げたりしています。興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは皆さん、また見てください。バイバーイ。